パコボーイはアイルランドで生産された競争馬。9月5日に、ケンプトン競馬場で競争馬デビュー戦をライアン・ムーアが起乗して迎え、デビュー初戦は3着だったが、その約2週間後のデビュー2戦目を制して初勝利を挙げた。さらに11月には条件戦を制し、レース後は休養に入り3戦2勝で2歳を終えた。 休養明け初戦の3月15日のスプリングカップに、新たに、リチャード・ヒューズを安城に迎えて出走して勝利し、続く重賞競争初挑戦となる、クリーナム・ステークスも制し、重賞競争初勝利を挙げた。自走はフランスに遠征し、G1 競争初挑戦となる、ロンシャン競馬場で行われたプールでシセデプーランに、出走したが、ファルコに敗れて7着だった。 レース後は帰国して、休養を挟み、7月にレノックスステークス8月に、ハンガー・フォード・ステークスをそれぞれ制し、9月には再び、フランスに遠征し、ムーランド・ロンシャン賞に出走したが、ゴルディコバに敗れて3着だった。さらに、約1ヶ月後には同じくロンシャン競馬場で行われる、フォレ賞にも出走することになった。には、クリストフ・スミヨンが初乗して一番人気に支持され、 レースでは2着となったナタゴラに3場審査をつけて1着となり G1 競争初勝利を挙げた。この勝利はスミヨンとハノン9社にとっても同競争初勝利となった。なおレース後は休養に入り7 0 0 5勝で3歳を終えた。休養を終えてドバイへ遠征し3月28日のドバイデューティーフリーに出走したが8着と惨敗した。その後、 4月25日にサンダウン競馬場で行われたベッド365マイルに出走し勝利を収めた。続く5月16日のロッキンジステイクスでは1番人気に押されたが4着に終わった。その後6月16日のクイーンアンステイクスを制し G1 競争2勝目を挙げた。続く7月10日のジュライカップでは2番人気に押されたが4着に敗れた。 続く7月29日のサセックスステークスで分かった、リップバンウィンクルから2話審査の2着に敗れた。その後は、休養に入った。休養を終えて4月24日のベッド365マイルに、出走、一番人気に応え見事連覇を飾った。続く5月15日のロッキンジステークスでは、後方から、ババの外を追い込み、内から抜けてきた浮場を差し切って勝利。 G1 競争3勝目を挙げた。6月15日のクイーンアンステークスは連覇がかかっていたが、先に抜け出したゴルディコバに首差で追い込み届かずに着と連覇はならなかった。8月15日のジャックル・マロア賞では、いつものように最高峰でレースを進め、最後の直線でババの内側から追い込んでくるも3着だった。9月5日のムーランド・ロンシャン賞では、 フィイッセの4着に敗れた。10月3日のフォレショーでは、後方から追い込んでゴルディコバの2着に入った。11月には、アメリカ合衆国に遠征し、ブリーダーズカップマイルに出走したが4着に終わった。香港へ遠征し、12月12日に行われた、香港マイルでは13着と惨敗した。このレースを最後に現役を引退、守護場入りした。現役引退後は、 イギリスのハイクレアスタッドに加え、ニュージーランドのワイカトスタッドでもタネボバとして強要されている。初年度3区は2014年にデビューした。2世代目の3区から a 2 0 0ーなどを制したガリリオゴールドが出ている。ありがとうございます。